皆さん、こんにちは。離婚後に行われた誕生日パーティーで、隣にいた女性の正体に言葉を失う、今日は、羽生結弦さんのことについて紹介します。まずは、羽生結弦さんの経歴とプロフィールから紹介します。フィギュアスケーターの羽生結弦さんが7日、29歳の誕生日を迎え、中国でも祝福の声が上がっている。羽生さんは1994年12月7日生まれ、宮城県仙台市出身。2014年のソチ五輪、2018年のピョンチャン五輪で、2大会連続の五輪金メダルを獲得。18年には、個人として最年少で国民栄誉賞を受賞した。22年7月にプロ転向してからも、アイスショーや番組出演、SNS などで活躍している。中国でも以前から人気だったが、22年の北京五輪でさらに多くの中国のファンを獲得した。7日に29回目の誕生日を迎えると、中国の SNS ウェイボーには祝福動画の投稿が相次いだ。ウェイボーで最大級の羽生さんのファンアカウント、羽生結弦インフォステーションは、午前0時ちょうどに、29歳、誕生日おめでとう、と綴り、4分弱の動画を投稿。動画には、羽生さんがプログラム、乗ってステレータを演じる様子が収められている。あるファンは中国で羽生さんの誕生日パーティーを行った動画を投稿。映画館のフロアを借り切ったようで、エスカレーターやガラスの柵などがすべて羽生さんの写真で装飾され、天井スクリーンには羽生さんの写真とハッピーバースデーの文字が映し出された。会場となった館内には風船やプーさんのぬいぐるみが溢れ、羽生さんにまつわるクイズ大会、ハッピーバースデートゥーユーの合唱も行われた模様。動画は、一生応援という言葉で締めくくられている。また、広東省広州市の別のファンも、羽生さんの誕生日会を催したようだ。投稿された動画には、ホールのような会場に羽生さんの写真をプリントした垂れ幕や花、ケーキなどが飾られ、横断幕には英語と中国語で、29回目の誕生日おめでとう、譲る、と記された様子が映っている。プーさんのぬいぐるみを持ったファンの女性らが会場を訪れ、みんなで羽生さんの誕生日を祝福し、最後には40人ほどでカメラに向かって、ゆず、ハッピーバースデー、と唱和した。こうした動画に加え、ファンからも、誕生日おめでとう。ベイビー、ズズ、誕生日おめでとう、幸せで、健康でいてください。新しい一年も、あなたがずっと幸せでいられますように、誕生日おめでとう。最愛のゆずる、世界のすべての美しいことがあなたに訪れますように。ゆずる、29歳の誕生日おめでとう。すべての願いが叶いますように、あなたらしいあなたでいてください。あなたが一年一年、自分の好きなことに邁進できますように、あなたがますます多くの人にとっての光になりますように、あなたが永遠に勝ち気な少年でいられますように、ゆずる、誕生日おめでとう。羽生結弦の28歳はとても素晴らしかった。29歳も身体に気をつけて、一つ一つのチャレンジを成功させてください、など、祝福のコメントが続々と寄せられている。その誕生日パーティーで隣にいた女性の正体は一体誰なのか？彼女は羽生さんの再婚相手なのか？羽生結弦さんの再婚相手と言われている女性一人目は、元 AKB48 のまゆゆこと渡辺まゆさん。まゆゆさんは2017年12月31日に AKB48 を卒業し、2020年5月31日に体調不良を理由に芸能界を引退しています。そんなまゆゆさんですが、以前より羽生結弦さんとの交際が噂されていました。羽生結弦さんとまゆゆさんの慣れ始めと、まゆゆさんが羽生結弦さんの結婚相手と言われている理由を見てみましょう。羽生結弦さんとまゆゆさんの慣れ始めですが、こちらについてはわかりませんでした。しかし元踊り師まゆゆさんが、羽生結弦さんの大ファンだったということで、羽生さんに会わせてほしい、とテレビ局スタッフへお願いしたり、羽生結弦さんと同じホテルに宿泊するなどがあったようです。実は、渡辺さんがテレビ局員に、羽生さんに会わせてほしい、と懇願していたとか、同じ高級ホテルで目撃されていたなどの情報もあったんです。しかも、渡辺さんは20年6月1日に突如、芸能界を引退。それ以降、
現在までの活動情報はほとんど分かっていません。二人が人知れず愛を育んでいてもおかしくない。もしかしたら真由由さんは共通の友人経由で羽生結弦さんと知り合った可能性がありますね。そして関係が深まり交際していたかもしれません。真由由さんが羽生結弦さんの結婚相手と言われている理由は全部で4つあります。一つずつ見てみましょう。理由一つ目は裏垢の流出から交際発言です。2014年10月に真由由さんの匂わせ裏垢が流出しました。羽生結弦さんが大好きなプーさんのぬいぐるみと一緒に写る真由由さんや羽生の文字と一緒に写る真由由さん、さらにマネージャー許可下りたら羽生くんとお付き合いしますとコメントが添えられています。このことから真由由さんと羽生結弦さんが何らかの形で知り合い交際したと噂が広まりました。理由2つ目は真由由が突然の引退発表したことです。真由由さんは AKB48 を引退後積極的に女優や司会者として活動していました。しかし2020年5月31日に体調不良を理由に芸能界を引退。突然の引退にショックを受けるファンも多い中、引退したことで羽生結弦さんを支えるのでは?と噂が広まりました。羽生結弦さんは2022年の北京オリンピックに向けて2020年頃から4回転半の練習をしていました。とても大きな技ということで、真由由さんは羽生結弦さんを支えるために引退したのでは?と言われるようになりました。理由3つ目は羽生結弦さんの結婚相手のキーワードです。かねてより結婚願望があることを話している羽生結弦さん。2016年に羽生結弦さんは陰陽師橋本美里名さんに占ってもらっています。2016年に発行されたフィギュアスケートファンブック2016の中で橋本さんが羽生さんを占うコーナーがあり、その中でキーワードは年上の女性とし28歳に婚期が来ると記していたのだ。その中で注目されているのが年上の女性。真由由さんは羽生結弦さんより学年は一つ上になり、年も一つ年上ということになります。橋本美里名さんの占いは当たると有名であり、年上の女性が真由由さんである可能性がありますよね。理由4つ目は真由由さんの目撃情報です。渡辺真由さんがすでに芸能界を引退した後の2022年4月30日仙台で渡辺真由さんのそっくりを見かけたと目撃情報があります。そっくりさんと記載されていますが、確証が持てずに記載しているだけで本人だかもしれませんよね。羽生結弦さんは2022年7月19日にプロ転向を表明し、活動拠点を出身地の仙台にすることを公表しています。目撃情報は3ヶ月前の4月ですが、活動拠点に前乗りしていた可能性があります。羽生結弦さんの結婚相手と言われている女性2人目は、ピアニストの松田香音さん。ピアニストとして第一線で活躍している松田香音さん。そんな松田香音さんですが、以前より羽生結弦さんとの交際が噂されていました。羽生結弦さんと松田香音さんの慣れ始めと、松田香音さんが羽生結弦さんの結婚相手と言われている理由を見てみましょう。羽生結弦さんと松田香音さんの慣れ始めですが、こちらについてはわかりませんでした。しかし表立って関わりがあったのが、2017年10月16日に動画が公開されたグローイングでの対談。その際、松田香音さんは羽生結弦さんがショートプログラムの曲に選んでいたショパンのバラード第1番を演奏。その後の対談でも非常に良い雰囲気でお似合いだったため、熱愛の噂が流れました。松田香音さんが羽生結弦さんの結婚相手と言われている理由一つ目は、好きなタイプです。羽生結弦さんは好きな女性のタイプは、新垣結衣さんだとかねてより答えています。他にも、凛とした女性、姿勢の美しい女性が好き、ということも過去に語っています。松田香音さんは、10代の頃からピアニストとして、世界で活躍しているため、まさに凛とした女性、姿勢も美しく大人びていて、羽生結弦さんとは、お互い若い頃から第一線で、活躍しているという共通点があります。理由2つ目は、お互いの印象と共感です。羽生結弦さんと松田香音さんは、対談を通してお互いの印象を以下のように話しています。スケートの原点であるロシアの文化を思い出した。
6歳でモスクワに渡った松田香音さんの勇気に感銘を受けた羽生結弦選手の全身全霊で自分自身と向き合って演技する姿に心立たれ、大きなパワーをいただいたフィギュアスケートもピアノも表現するものとなるため、共感することが多かったのかもしれませんね。羽生結弦さんの再婚相手と噂になった3人目の女性は浅田真央さんです。羽生結弦さんよりも4歳年上の浅田真央さん。2人はとても仲が良いことで知られており、ゆずぽん、真央ちゃんと呼び合っています。その仲の良い姿がとてもお似合いだと言われており、2012年頃から交際が噂されるようになりました。そんなお二人は、ファンの間ではセットでゆずまおと呼ばれています。2017年に浅田真央さんが引退を表明した時、羽生結弦さんと結婚するから引退したのでは?という声もありました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。